関東鉄道関東鉄道龍ヶ崎営業所関東鉄道江戸崎車庫関東鉄道江戸崎車庫は茨城県稲敷市高田に所在する関東鉄道のバス車庫である江戸崎営業所が格下げされたもので車庫略記は江戸崎の ED 正式名称は関東鉄道龍ヶ崎営業所江戸崎車庫関東鉄道江戸崎車庫稲敷市江戸崎地区と 龍ヶ崎市を結ぶ路線を運行するほか、運用の前で一部の龍ヶ崎ニュータウン線も担当する。かつては平日一本のみ、江戸崎総合高校まで延長して運行されていたが、2013年に廃止された。広域バス2017年2月4日運行開始。1日の往復運行。日立の牛区駅から鉄道、バスを利用して筑波、つくば、 水戸方面へも連絡できるるようになっている江戸崎車庫に待機駐車中のワンステップバス。一般路線車は、江戸崎営業所時代には10両程度在籍していたが、江戸崎車庫への格下げに伴い、多数の車両が龍ヶ崎営業所へ転出した。2016年現在は、2ステップの中型車が数両在籍し、ノンステップ、ワンステップ車両は導入されていない。 高速路線車は、減便の影響で一部の車両が、水戸営業所へ転出したため、2010年2月現在、イスズスーパークルーザー1両と、三菱不走エやロバス2両の、計算量が在籍する。特定車は、聖徳学園や東洋、大学付属牛宿高等学校等のスクールバスを担当しているため、5両程度在籍する。また、 龍ヶ崎営業所所属の特定者も当社庫に常駐されている。8月19日稲敷夏末に花火大会臨時便運行のお知らせ2月4日より稲敷エリア広域バス実証実験運行開始のお知らせ。ありがとうございます。